人種。人種とは、原生人類を骨格、皮膚、毛髪などの形質的特徴によって区分したものである。元々は、種としてのホモイコールサピエンスのすぐ貝、あるいは、それに次ぐ分類群として提唱されてきたものであり、遺伝的に多少とも隔離された集団で、他のどのような隔離集団とも異なった集団遺伝子組成を有するものとされていた。 近代においては、特に奴隷貿易で、アフリカ人らを人身売買する過程で、分類及び認識が求められた。17世紀には、が、人種による、死ん一文活論、1684? を出版し、人間を人種によって分類することを論じた。学説史的には、ドイツの石オハンフリードリッヒ・ブルーメンバッハによる、分類が人種理論のとされている。 ブルーメンバッ派は1775年に、ゲッティンゲン大学に提出した論文ドジェンナース、クマニバーイティとネイティバ、人の自然的変種において、頭蓋骨の比較研究などを基礎に、高カシア、白色人種、モンゴリカ、黄色人種、エチオピカ、黒色人種、アメリカナ、赤色人種、マライカ、茶色人種の5種に分類した。 ブルーメンバッハの分類方法及び定義の特徴は、ユダヤ・キリスト教的文化及び当時のヨーロッパ人の伝統に強く影響を受けていることにある。例えば、コーカシアという定義は、旧約聖書で、ノアの箱舟がたどり着いたとされる中央アジアのコーカサス地方を命名の由来としており、実際のヨーロッパ人の居住地域や特徴とは関係のない定義である。また、 モンゴリカという定義も単なるモンゴル人という意味であり、当時のヨーロッパ人に知られていたモンゴル帝国の人々を表しているに過ぎない。初期の人類学が成立したこの時代のヨーロッパは、未だユダヤ・キリスト教的文化の伝統に支配されていた時代であった。この時代、創世記のノアの箱舟がたどり着いたとされた、あらと山がる中央アジアのコーカサス地方は、 アルメニア教会などにとっては、聖地とされており、かつ、旧約聖書の創世記1から6章では、白い色は光、昼、人、善を表し、黒い色は闇、夜、獣、悪を表していた。このことから、当時の人類学を主導した、ヨーロッパ人は自分たちを、ノアの箱舟で、コーカサス地方にたどり着いた人々の子孫で、善である白い人という趣旨で、 自らをコーカソイドと定義した。実際、ブルーメンバッハは様々な人間集団の中でコーカサス出身の白い肌の人々が最も美しくすべての人間集団の基本形で他の四つの人類集団はそれから退化したものだと定めしている。このような宗教的影響から現在は同じコーカソイドに分類されるイタリアなど南欧圏に居住するキリスト教徒は 白人、トルコ及びパレスチナ地方など中近東に居住する異教徒のイラム教徒、ムスリムは有色人種と規定するなど現在の人類学的レベルで判断すると非合理的かつ恣意的な分類概念となっている。1813年にはブルーメンバッハの影響下でが人類の自然史を出版し、都とととともに人間の進化論を展開した。ただし、 プリチャードらはあくまで自然科学者であり、例えば人類の原型は黒人種であることを示す多くのデータがあるとも述べている。ブルーメンバッフ派の影響を受けた他の学者にはトマス・ヘンリー・ハクスリーアなどがいる。ブルーメンバッフ派の5大分類やアンドレ・デュメリルが分析動物学で主張した6大分類など、最初期の人種分類はその種類が明確に定義されていなかった。 しかし次第にこうした分類についての意見は、パリ大学学長のジョルジュ・キュビエが辞書で提示した、ネグロイド・コーカソイド・モンゴロイドの三大分類法が主流となり始める。このキザハシでは後に、オーストラロイドとされた人たちはモンゴロイドに含められていた。モンゴロイドは領土こそ、幾度か広げるものの文明の程度は低く、ネグロイドは野蛮人の集団で、 コーカソイドは世界の文明を支えてきた存在とする白人史上主義を一層に強くしたこの思想はヨーロッパで広く受け入れられたその背景にはキリスト教の聖書に登場するのアに三人の息子がいたとする記述に合致していたからだとも言われ実際キリスト教原理主義者の中には今でもノアの息子のセムがモンゴロイドハムがネグロイドヤッペテが 高カソイドの祖先になったと信じている人々が存在する。一方でキュビエは今日においてすら、しばしば白人主義者の間で議論になるアラブ人の分類に関して、彼らを白人に含めている。完全に同格に扱ったわけではなく、白人はさらに欧州系と中東系に分類が可能で、前者は科学文明を創出した偉大な種族としながら後者は、そこから退化した、いわば、 不敵な弟と考えていた。しかし、それでもこの時点では、ヨーロッパ人の学者たちは、アラブ人と自らが同じ起源を持つ同胞であることを積極的に肯定する向きがあった。しかし、時代を下るにつれてフランスなどが中東地方を植民地化すると、徐々にアラブ人を部別する記述や研究が増えていった。1889年のフランスの新聞。 ルプチジルナールに掲載され、人種画では、アラブ人が、あからさまに黒人と同じ風貌で描かれている。チャールズ・ダーウィンは有名な、種の起源を発表した後の1871年に、人間の進化と、性淘汰、現代ザ・ディセント・オブ・マン・アンド・セレクション・イン・リレーション・ツー、セックスを発表する。彼の意見は、進化においては、利他的な部族が有利であったが、時に、 自己的な部族によって滅ぼされることもあったであろうというものであったが広く知られるにつれて常に強い部族によって弱い部族は置き換えられてきたと受け取られてしまったそのためイギリスのような文明化された国民によって野蛮な部族が破壊されるのは避けられないといった言説に見られるように帝国主義や人種差別を正当化する主張に援用されることになるこれが ダーウィニズムの始まりである。ダーウィン自身は人種間における生物学的な際は非常に小さいとし、奴隷制度や奴隷の虐待、非植民者への差別的待遇には反対していた。以下に上に挙げた文献からの引用を記す。他の自然選択説の支持者、例えばアルフレッド・ボレスはより極端な社会主義者、平等主義者であった。社会ダーウィニズムは 自然選択説を支持していなかった他の進化論者。例えば、ハーバート・スペンサーや、ドイツで明確に差別主義的な進化観を発展させた、エルンスト・ヘッケルらによって形作られた。日本における初めての学説は、明治初期の日本人の人種観として、福沢諭吉の小中万国一覧に見ることができる。ダーウィンのいとこである統計学者。 フランシス・ゴルトンは1883年に、優生学という言葉を初めて用い、1869年には、遺伝的天才を発表。家畜の品種改良と同様に人も、人為選択によって社会が進化すると考えた。またアルチュール・ド・ゴビノーは、人種不平等論を執筆している。 優生学や社会ダーウィニズムを極端なまでに政治的に利用した事例としてはナチズムがある。ナチスは優生学に基づき障害者を虐殺している。優生学的観点は近年まで日本の優性保護法にも反映されており、またスウェーデンでも犯罪者に男子手術を施すこともあった。過去に様々な人種の分類が試みられたが、 1950年代以降、徐々にコーカソイドネグロイドモンゴロイドオーストラロイドの4大人種という言い方が有力となっていき、これ以前には、非ではオーストラロイドがなく、モンゴロイドに含められ、3大人種とされることが多かった。通俗的には現在でもしばしばこの4大人種の分類を前提に議論されることがある。当初これらの用語はそれぞれ白色人種、黒色人種、黄色人種、 褐色人種とも言われたが、中東、インドア大陸の諸民族はすでにコーカソイドに分類されていた。その後、現在までの間に、モンゴロイドの中から、アメリンド、赤色人種とアイノイドとを区別したり、あるいはネグロイドの中から、カポイドを分けたり等の説が試みられている。この場合カポイドを除くネグロイドを、コンゴイドとも言う。 1930年代から1945年にわたって行われた国家社会主義ドイツ労働者等による人種主義的政策はホロコーストやポライモスなどの大きな被害をもたらした。この反省から1950年人種偏見と人種主義の暴力に対峙するための科学的知識の普及のために国際連合教育科学文化機関ユネスコが 人種に関する声明を発表する。この声明は、生物科学と社会科学の専門家からなる、国際委員会による検討の後、自然人類学者の A モンタ牛によって起草された。声明では、人間の集団に見られる際は、精神的な特徴に関しては見られず、人種とは遺伝子や身体形質の頻度によって異なる、集団を指しており、この際は、進化的産物であると同時に、 動的なプロセスにあるという科学的定義を述べ、過去の人種概念が生物学的な特徴だけでなく、宗教や文化に至るまでの統一的な際として語られており、それが人種間の不平等と暴力の正当化につながっていたことを神話としての人種という形で否定した。この声明自体には、テオドシウス・ドブジャンスキーなど多くの遺伝学者や自然人類学者がぐさ反対したが、 この声明によって人種概念が本質的な特徴に基づく類型ではなく頻度の差異という連続的な差異によって定義された集団概念が一般に示されたと考えられる。1952年、クロード・レヴィストロースはユネスコの依頼により人種と歴史を執筆し文化人類学者の中に人種概念の無効性が一般化された。 1960年代には人類全体の変異のバリエーションのうち85%はどの人種にも存在し、人種や民族固有の変異は15%であると見積もられた。ただしこの推定には最大30%とする説まで議論がある。これは当時考えられていたよりもはるかに人種間の遺伝的差異が小さいことを示していた。また、 人類全体の遺伝的多様性自体も他の多くの動物よりも小さく、例えばチンパンジーの遺伝的多様性の4分の1でしかない。そこからわかるように、人の外見上の際はゲノムのわずかな部分によってもたらされる。したがって外見的な特徴によって人を分類することは厳密性や正当性を欠いていると主張するものも多い。また外観的特徴に基づく、 人種分類が伝統的に人種差別に用いられてきたこと、同じ人種に分類される人々が必ずしも同じ外観的特徴を有していないこと、同じ人種とされる人々が必ずしも同じ文化を共有していないことなどの問題があり、DNA 分析による遺伝学が進歩したことも加わって、人種という分類法は用いられなくなりつつあり、代わりに民族集団や 連続的な遺伝的特徴を表すクラインといった概念が用いられるようになってきている。その結果、最近の人種分類は人類が単一種であることを前提にしつつ、地域的な特徴を持つ集団として、約1万年前の居住地域を基準とし、アフリカ人、西ユーラシア人、サフール人、東ユーラシア人、南北アメリカ人というように、地域名称で呼ぶことが提唱されている。 ただし連続的な遺伝的特徴は異なる人種同士の根血の度合いの問題であり、単成分としての人種区分を否定することにならないという見方もできる。人類学者や社会学者の中には人種は社会的要因によって構築された制度であり、実在しないと提唱する者も,もいる。白人などの人種概念はその成立過程において多分に 偏見や宗教をはじめとする文化的な判断要素を含んでおり、民族と似た社会科学的な部分を持つとする論者は多い。もっとも人種概念が完全に社会構築物であるという意見に対する反論も一部あり、事実に対する言明は、社会運動、たとえ差別追放など動機は妥当だとしてもに、基づいてはならないという批判がある。 遺伝学思考の強い一部人類学者は人種という概念を認めようとしない。しかし、現に体上の類似性を持つ人類集団が地域的に分布する現状を無視することはできない。むしろ近年の分子人類学の発展により、ミトコンドリア DNA ハプログループ、Y 染色体、ハプログループといった遺伝子指標を持って新たな視点から従来の形質人類学的な 人種に再び脚光を当て、その形成種を科学的に解明する必要がある。肌の色は実際の居住地域の環境の影響を受けるために肌の色や風貌によって集団間の遺伝的距離を測ることはできないとされる。ただし同じ色でも人種によって濃淡の差異がある。例えばモンゴロ井戸であるアメリカ先住民は赤道域においても ネグロイドやオーストラロイドほど黒褐色にならない。アボリジニは比較的中緯度においても皮膚色が薄くならない。これらは適応のみならず、皮膚の色が遺伝的にも支配されていることを示唆している。また、原生人類の祖先はネグロイドのような黒褐色の皮膚を持っており、デアフリカ後、ユーラシアにおいてモンゴロイドとコーカソイドが独立に皮膚を白色化させたと考えられ、 両人種における肌を白色化させる遺伝子は異なると推定されている。サズは、竹馬イクロサテライトにより求められた人類集団の系統樹である。この系統樹が意味するところは、最初にアフリカ人とその他の集団が分岐したこと、次にヨーロッパ人とその他の集団が分岐したこと、その次に東、東南アジア人とオーストラリア人が分岐し、 最後の大きな分岐として、東、東南アジア人とアメリカ先住民が分岐したということである。この系統樹で見られた主要な特徴は、従来のタンパク質多形や、最近の核 DNA の多形によって明らかにされた、人類集団間の系統関係と大筋において、一致する。外部リンクを参照近年の遺伝子研究により、チューズのように、北、アフリカ人や中東人は遺伝子的に、 ヨーロッパ人に近いが、長年の間に、サハライナンのアフリカ人と同化していることもあり、ヨーロッパ人とサハライナンのアフリカ人の間に、一致している。同様に、中央アジア人やインド人も、地理的配置から、ヨーロッパ人と東、東アジア人、オーストラリア先住民、アメリカ先住民を含むの間に一致している。渦は、世界の18人類集団の遺伝的禁煙。 関係を23種類の遺伝子の情報をもとに、近隣結合法によって作成された人種の遺伝的、近縁図である。この分析が証明する人類集団の系統は、アフリカン、ネグロイドから、コーカソイド、白人が分岐し、コーカソイドからオセアニアン、オーストラロイドイーストアジアン、モンゴロイドが分岐、そしてイーストアジアンからネイティブアメリカンが分岐した、というものである。 この人類集団の禁煙関係は、蒸気の遺伝的系統樹と現在の人類集団の地理的配置に一致する。ただしこれらの系統樹には根結の歴史が反映されないため、より厳密な手法やハプログループによる系統で分析すべきという意見もある。近年の研究においては、現生人類の分類中、純粋なホモサピエンス、従来のネグロイドと、 ホモサピエンスの祖先とホモネアンデルターレンシストの雑種ネグロイド以外の原生人類がありするとの論文が発表されているミトコンドリア DNA やセン色体のようなゲノムの組み替えしない部分を用いた系統樹の作成は集団の移動とルーツをたどるのに用いられる例えば日本人のミトコンドリア DNA のハプロタイプの割合と周辺の集団韓国や中国 台湾、シベリア先住民などを比較することで、祖先がどのようなルートを辿って、日本列島に辿り着いたを推定できる。サキタミツルは人類の矮先食体、ハプログループおよびミトコンドリア、DNA ハプログループが出アフリカ後に、イラン付近を起点にして、南ルート、イランから、インド、オーストラリアへ、北、ルート、イランから、アルタイ山脈付近へ、西ルート、 イランから中東、カフカス山脈付近への3ルートで拡散したとしている。すなわち、南ルートを取った集団がオーストラロイド、北ルートがモンゴロイド、西ルートがコーカソイド、必須アフリカがネグロイドということになる。Y 染色体ハプログループの拡散と人種。人種概念が誕生した要因は、大きく二つに分けられる。一つは、 外見上の表現型の際が存在するため、もう一つは、そのような外見上の際を認識する人間の認知能力が存在するためである。集団間の表現型の際は、距離や山脈など、地理的障壁によって遺伝子流動が制限された、異なる集団が時間の経過とともに異なる、自然選択を受けたり、性選択も関わっているかもしれない、異なる、 遺伝的不動を経験するることで生み出され二つの集団全体が十分に交流していれば、それぞれの集団中の遺伝子の頻度は平均化され、表現型の際は生み出されない。このメカニズムは異なる種を作り出す種分化のメカニズムの一部であり、十分な時間、二つの集団の遺伝子流動が制限され続ければその集団は別個の二種となる。自然の中にも、 人種と同じように連続した種の連なりを示すクラインを形成する種が存在する。例えば和種。人種差別や人種に基づいたステレオタイプ詞は意識的に抑制できるが人種の認識は自動的に無意識に行われるようである。なぜ人間は人種に敏感なのかを説明する仮説は大きく分けると三つは。石器時代の祖先の頃は他の人種と出会うことはまずなく。 したがって人種を見分ける能力は他の能力の副産物であると考えられる。実験によれば無意識に人種で人を区別するが他に顕著な目印があるとそちらに注目し人種によるカテゴリー化が行われなくなるようである対照的に性別によるカテゴリー化は根強く残った。また同じチームを応援するなどの共通点がある場合には 人種的な偏見やステレオタイプ誌は弱まるようである。アメリカ食品医薬品局は2005年、特定人種用医薬を承認した。認可された薬は、アフリカ系アメリカ人専用の心不全治療薬として権限されたもので、患者個人の特定遺伝子に働くようデザインされ、医薬を目指すオーダーメイド医療時代に向けた第一歩として、FDA は、この承認を広くアピールした。 もっとも、この薬は、人種関係なく処方されている二つのジェネリック薬の合剤であり、しかもいかなる遺伝子との相関も見つかっていないし、他の人種と比べて、バイディルが、アフリカ系アメリカ人によく効いたり、違った効果を発揮したりすることを裏付ける、確かな証拠はない。結局発売元のナイトローミド社は2008年に、発売を中止した。人種と民族という概念の相違。 近藤から以下のような事例が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。